エアギター。エアギターとは、演技の一つで、ギターの弾き真似。大げさな演奏する身振りと、しばしば実際の歌唱や口パクによって構成される。日本では、大地洋介や金剛寺武史、宮城マリオ、桜七海などが有名。エアギターの起源には、諸説あるが、1970年代のハードロックの、ボーカリストが、ギタリストが長いギターソロを行っている最中に、 手持ち無沙汰になってしまうのを解消するため、マイクスタンドをギターに見立てて弾く真似をしたのが短所と、見る向きが多い。映像で残っているものとしては1969年のウッドストックフェスティバルにて、ジョーコッカーが、Wiz, A Little Help From My Friends の演奏当初から、エアギターを行っているのが確認出る。1969年に、エルヴィス・プレスリーが始めたという説もある。 ラスベガスの公園ですでにエアギターを披露していた。エルビスはマイクスタンドを用いずにギターを弾く真似をしていた。映像としてはエルビスオンステージやアロハフロムハワイなどでも確認できる。有名なのはエルビスプレスリー、クイーンのフレディ・マーキュリー、フリーのポール・ロジャース、ディープ・パープルのヤン・ギランなど。エアギターはパフォーマンス一般的には エレクトリックギターを用いる音楽、特にロックやヘビーメタルなどの模倣に用いられる。アコースティック音楽をエアギターで模倣することも可能ではあるが、伝統的にロックに対して行われてきた。エアギターに伴ってヘッドバンギングもしばしば用いられる。実物のギター奏者が愛好するアーティストの演奏を聴きながら、それをエアギターで正確に模倣するということもしばしば起こる。 音楽家には演奏中に体を使い、本能的に曲のリズムや雰囲気に乗るということがしばしばある。これは曲の表紙を合わせる手段でもある。ロックミュージックでは多くのギタリストがパフォーマンスの一環として大げさな振る舞いを行っている。中にはアクロバット的動作を取り入れているものもあり、これらのパフォーマンスは彼らの個性を示すものとなっている。 このような音楽家のファンはしばしば、数形するアーティストの動作を模倣し、その音楽に陶水してしまうこともある。エアギターをダンスの特殊な形態と考えることもできる。ロックミュージックにおけるギタリストは、バンドの花形であり、ギタリストに憧れるファンは多い。しかしギター演奏に習熟するのは難しいため、実際にギターを演奏することの代替行為とし、ギターを弾くまね。 エアギターを行うという例も見られる。人によっては、エアギターそのものが趣味になっており、彼らは無数のアーティストの動作を模倣できることを誇りにしている。事実、多くの国でエアギターの競技会が組織的に開催されている。エアギターの競技会が初めて組織的に開催されたのは、イギリス、百九十四年であり、ついでオーストラリア、 2002年、アメリカ合衆国、2003年で開催されている。史上最も偉大なエアギター奏者が誰であるかについては、諸説あるが、ビル・エス・プレストンとテッド・セオド・ア・ローガンの両名で、あるという説に多くが賛同している。エアギターを全く新しいレベルにまで引き上げてしまったアーティストも存在する。スウェーデンのテクニカルデスメタルバンド。 メッシュガーの音楽プロモーションビデオ、ニューミレニアムサイオンイドクリストにおいて、5人のバンドメンバーが彼らのツアーバスで、エアギター、エアベースとエアドラムで、マイクはペンで見立てている曲を演奏するという写しがなされている。また、プロレスラーのハルク・ホーガンは、リング入場の際に、自身の入場音楽、ジミ・ヘンドリックスの曲、ベデュッチリのイントロに合わせて、エアギターを行う子で知られている。 若き日の方眼はロックバンドのベーシストとして活動していたこともあり、その演奏スタイルはギターとベースの動きを合わせたような独特のものである。最近では男性アイドルグループ、嵐が G の嵐、内でエアバンド嵐を結成したほか、2007年6月28日放送の NHK 総合テレビスタジオパークからこんにちはで金剛寺武氏が エアギータ講座を行い、今までエアギターを知らなかった多くの人に知られることとなった。今後地はクイズ、ヘキサゴニ位で結成されたエアーバンドにも参加している。その一方で、本物のギタリストには現物の楽器を演奏することに強い関わりを持ち、エアギターに対して心よく思わない人間も存在する。野村義雄は、その代表的な例であり、自ら、 エアギター撲滅委員会委員長を名乗っている。1996年からはフィンランドのウルデの一環として8月の末に世界選手権が開かれている。日本からは2004年から出場者を出し2004年2005年の大会では今後王子武が2年連続で4位に入賞した。2005年からは神奈川 IQ が設立した日本エアギター協会が 世界エアギター協会に加盟し、日本選手権優勝者を世界選手権の決勝大会にダイレクトインさせることになる。2006年の大会では、実物のギターを全く弾けない、日本の大の字をうちが初優勝した。クイーンのブライアン・メイは自身選曲のエアギターという名のコンピレーションアルバムを出しており、エアギターに使われる曲は一通り収録している。そのためか、 優勝商品として、クリスタルボディのフィンランド製ギターの他に、ブライアン名モデルのバックス製アンプが贈られている。2007年大会では、日本の大の字をおちが優勝し、2連覇を達成している。日本代表の成績、なお、世界決勝には、ディフェンディングチャンピオンの資格で出場することができる。この権利を行使して2007年、2008年に大の字、 おうちが2015年にナクラ・ナナミが世界決勝に出場している。世界決勝の前日にダークホースと言われる各国敗者復活を兼ねた現地予選があり、日本からも多くの挑戦者を出している。上位に入ると世界決勝に進出することができる。なお2018年現在、日本から参加する場合、原則日本予選に参加した上で、 日本エアギター協会からの推薦を受けなければならない。日本からの参加者の成績、金剛寺武氏の活躍を受け、2005年に放送作家である神奈川 IQ が日本エアギター協会を設立し、エアギター日本選手権を開催。決勝戦はサマーソニック東京会場で開催し、当地では2010年まで施行された。2011年は、 日本大会が開催されず、2012年に再開。2012年以降は、世界大会開催地のウルシが、仙台市と友好都市を提携している関係で、決勝は仙台市で開催された。2016年は、東京で開催されたが、2017年からは、2014年以降、予選が開催されている、鹿児島県で決勝が開催されており、2018年、 決勝は、鹿児島県の長島で開催された。予選は、毎年6月頃に、東京の新宿ロフトのバーステージで行われるのが、恒例となっており、数回の予選を経て7月末から8月初旬に、決勝戦が行われる。2009年には、エアギターガングを発売した宝富井在勤のメイが、チャンピオンとなっていて、史上初の女性チャンピオンが誕生した。 2014年はアイドルの名倉七海が優勝し、二人目の女性チャンピオンにして最年少日本チャンピオンが誕生した。2016年は女性レゲエダンサーのタムが優勝し、同年の第67回 NHK 紅白歌合戦でラジオフィッシュのバックダンサーの一人として紅白のステージに立っている。2017年は高校生である。 門ン亭ンはライカチが優勝し、最年少日本チャンピオンの記録が塗り替えられた。2018年は、名倉七海が3年ぶりに復帰し、東京予選から参加、見事、鹿児島決勝でも優勝し2度目の日本チャンピオンとなった2回以上の優勝は女性ではしょ。日本大会優勝者。また、2006年と2007年には、ミスエアギター。 ジャパンコンテストを実施し、ミスを選出している。以上のように、エアギターは何も持たずに行うのが通例だが、日本国内では、玩具メーカーによる様々な商品が発売されている。あくまで雰囲気を楽しむためのおもちゃだが、ファンから見れば、邪道音の声もある。実際、音に合わせて振りをつけるエアギターに対し、振りに合わせて音が鳴る玩具は、主客が点灯していることになる。 クラシックの指揮者版として、エアコンダクターも存在する、アームチェアコンダクターと呼ばれるのが一般的である。2007年世界で最初のエアコンダクター選手権が東京国際フォーラムで行われた。受賞者は、キング・オブ・エアコン、優勝に伊藤智隆、観客に受けたでしょうに、新柳人志、汗が飛び散る、大熱炎症に、村田祐樹、明治大学お笑いサークルの野村ビル、 なお、指揮者の携帯模写芸人コータタクトや、自称世界、エアーコンダクター協会家元を名乗る田町敏夫なども、いるが、いずれも選手権などでの参加、受賞実績はない。その他にも、携帯模写やパントマイムの類を、エアーギターの流行以降に、エアーと呼称する例は多い。楽しく、ご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。